花澤さん、はい、情熱大陸出てましたね。うん、そうですね、素晴らしい、ありがとうございます。あのすごい気をつけてたんです。あのドキュメンタリーでかっこつけていると、はい、きっと岩井さんみたいな鋭い人は、うん、あのかっこつけてんなってわかるんだろうなって思う。その通りです。花澤さんでも完璧な情熱大陸でした。本当ですか。はい、最高でございました。うん、普段と一緒にしようと思いながら、いやアフレコのね感じも見させていただいて、はいはいはい、ありがとうございます。でもうコンサートのこのリハーサルも本番さながらにやるんですね。うん、すごいんだから、リハーサルと思えないの。客がもう目の前にいるかのようなリハーサルを。もういいです、うん、さっき見たんじゃないんだからやめてください。ラジオもやってくれて。うん、いやでもあれね、うん、あのラジオ、そのラジオのシーンで、はい、あの終わるんですけど最後、そうですよね、あの、うん、自分に自信を持つっていうのは難しいけど、うん、あのコツコツ諦めないということはできるっていう、うん、はい、なんかすごいこういいこと言った風に終わってたんですけど、うん、結構なんか語ってね、そうなんかあの後の話が、うん、ラジオでは続きがあって、あ、はいはいはい、そうあのだから私は、うん、あのラビットの大喜利コーナーも諦めないで打席に立とうと思うっていう、うん、すごいですね。話をしたんですけど、はい、そこはバッサリカットされた。バッサリですね。うん、その人生においてみたいな感じになってましたね。なってました、うん、はい、いや素晴らしいですよ、あれはだってね、パンを買ってるとこまで見せてくれるんですから。いや、ね、本当に普段の生活、うん、行っちゃおうかなそこ。いやー素晴らしい、おからのなんかお菓子にハマってるんですね。全部説明しないでいいんですよ。おからのお菓子のことまで。いやいやいや、でしびれましたね、やっぱり。やっぱ花澤さんのアフレコ現場ってやっぱね、うん、あの見れるようなことないですから、まあ、なかなか関係者じゃないとアフレコ現場にまず来られないってのあるんですけどね、うん、結構花澤さんでもやっぱりニュアンスをつかむのが難しい時とかもあるんですね、難しいです。それこそなんか20テイクぐらいやる時もありますし、いや結構やっぱあの時もちょっとテイクを重ねてましたけれども、はいはい、毎回こう言われて調節しながらできるんだこの人は。すごい、あ本当に、うん、出なきゃよかったすごいぞって、うん、いや俺たちの花澤君、うん、いやでもあれ見てたうちのばあちゃんが、うん、声優のお仕事ってもっとカナは簡単にやってるかと思ってたよ、うん、結構なんかやっぱりね、うん、そのピリついてたってわけじゃないんですけど緊張感結構ありましたね、はい、ありますねやっぱり、うん、そうあの その場でちゃんと求められるものに答えなきゃいけないというのはあるので、うん、はい、いやイベントにちょっとね、はい、両親とかも呼び、そうです、もうここら辺でよかったんですか。いやーもっと話したいね。もう30分分話しましたよ、もっと密着してほしいね。やめてやめて、やる漫画道でも密着のやつ、密着のやつやる、ね、それどういう感じになるんですか。もう本当にただただもう密着するだけで密着するだけ、うん、そう現場以外のとこが見たいの本当にみんな。いやそれこそ岩井さんの密着とかめちゃ見たいですけどね。俺なんかもう絶対やりたくないわ。なん、うん、もう本当にだってね、はい、俺もう本当こうイライラしちゃう、イライラしちゃいます、うん、でもそのイライラしてるとことかもなんか明日が見れたって感じでいいんじゃないですか。あ確かにな、うんうん、花澤さんイライラしてるとこ見てみたいな。ね、うん、ちょっとなんかちょっとぐらいなんかイラついてるところがあってもよかったかな、はい、でも、うん、でも、ね、あれが花澤さんなんだよな、もういいもういい、うん、ね、高校生ぐらいの時の写真も見れてよかったな。いや私だって岩井さんがね、うん、あの夜中にちょっとなんかあのちょっと過激発言をするツイートとかをしてる風、うん、様とか見たいですよ。なんかちょっとメンヘラみたいに言わないでください。ちょっと、うん、夜中のツイートってもう10倍ぐらいメンヘラに見えますからね。
何なんでしょうねあれね。あ怖いですよ、うん、あでもこの前岩井さんがなんだっけ、あの人が頑張ってないうちに頑張ろうみたいなツイートしてたじゃないですか、うん、そうあれを見て、うん、あっと思って私も頑張ろうって思って、うん、そっからもう寝るはずだったのがチェック始めちゃいました、うん、私も頑張ろうと思って。それなんか重たく捉えられないでほしいんだよな、なんかそうですね、うん、なんかちょっとこうあの私も頑張ろうっていう気持ちになったっていう。いやありがたい、はい、ツイッターもチェック。俺はあの花澤かなりツイッター見られてるからあの情熱大陸出てた、うん、なんか一個枷をつけられたみたいな。俺ちょっとドキドキするもんやっぱ今、うん、昔その今までの収録とちょっと違う。うわあのって思っちゃう。あ最悪だ本当に。素晴らしかったですよ。始めましょう、はい、岩井さん行きましょう、うん、はい。ということで恒例の VTR 振りを、 VTR 振りなんか花澤さんにしてもらっていいんですかね。ちょっと VTR 振りお願いしてもいいですか。お願いします、うん、もうさっさとやってたじゃないですか。じゃあ、はい、どうしようかな。じゃあ情熱大陸ナレーション風っていうのもできるんですか。情熱大陸ナレーション風にちょっと難しいか。でも、うん、あじゃあ何行くんか。はい行きます。すごいんだよこの人。じゃあいいですか。はい、はい、お願いします。VTR スタート。うわすごっ。